私はね、今の小倉駅の、西側に行って、100メートル行った場所に、テレクラがあるんですよ。テレクラってなんやねんっていうね、もう多分若い世代の方は分からないと思うんですけど、まあ、簡単に説明しますと、女性から電話かかってくるんですね。電話かかって喋って、出会うとかそういう感じなんでございますけども、全然わけわからんね、説明が。まあ、そんな感じで、今からね、テレクラの方に行って1時間でどういうことが起きるのか、そしてあわよくば出会ってコンコンできるのか、はい、それを検証したいと思います。1時間1本勝負、それでは行きたいと思います。それではね、行きたいと思います。あっちゃんはここでお別れです。あっちゃん1時間後で、そうです。あっちゃん行きたそうやな。それでは行きたいと思います。行けますか。はい、行けます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 。テレクラジオあんまり来たことないんで、30年前ぐらいですから。そうですね、昔はいっぱいあったけど今あんまりないですね。はい、あ、でも1時間ぐらいで出るの。いや、それはもうお客さんの自由です。いつ出ろうが、4時間は出入りできるということなんですよ。わかった。久しぶりやな。そうですね。今お客さん誰か行きますか。おりますよ。あ、おるんや。でも来たら取るだけです。取る、喋る。そうそう、電話が鳴るの待っとくっすけど。あ、はい、OK、取りました。やったら取るだけ。あ、OK、取りました。大丈夫です。はい、もしもし。あ、はじめまして。あ、こんにちは。僕ね、47なんですね。いや、どんな人でも遊べる女の子探してるんですけど、若い子はいいですね。どこにお住まいなんですか。あ、めっちゃ近いですね。僕もね、大阪なんですけど、はい。あ、もう全然北九州小倉の今駅の近くにいます。趣味とか何なんですか。もうマジですか。僕もね、猫めっちゃ大好きなんですよ。はい、名前ですか。名前チャトラン。可愛いんですよ。とにかく可愛いんですよ。耳がね、三角。もしもし?もしもし?緊張したりとかはダメなんで。違う。笑いを持っていきたいと思います。もしもし、こんにちは。もしもし、男性の方ですか。あ、そうですか。はじめまして。はい、おいくつですか。あ、30。あ、そうなんですね。僕の47なんですけど、全然ね。今どこにおられるんですか。あ、いえ、いえ、どこら辺なんですかね。あ、下関。目的は何なんですか。目的は割り切り。金額はいくらぐらいで。1万円。時間はどれぐらいで。いや、はい、どんな、はい、どんな感じの方なんですか、あなたは。あ、太っちゃってるんですね。芸能人で言ったらどんな感じの方なんですか。あ、柳原加奈子。あ、全然いいじゃないですか。
体重はどれぐらいあるんですか？あ、そうですか。うん、でもぽっちゃりしててそんな感じということなんですね。よくやっぱこういうの遊んでるんですか？こういう。しかも僕あのテレクラ初めてで結構ね頻繁にかかってきててびっくりしましたよ。もしもし。もしもし。はい。ああよかった。切れたかと思った。ああそうすいません。いやなんか実はもしもしって言ってもう切れちゃったんで。ああよかった、まあ。そういう感じなんですね。わかりました。すいません。もしもし。先ほどの方ですか？すいません。先ほどのおっちゃんでした。いや、おっちゃんと仲良くなるべきだな。仲良くなるべき。もう一回、もうちょっとチャレンジしようと。はい。もしもし。お姉さん。一つ聞いていいかな？何色のパンティー？もしもし。もしもし。おさん。かまへんやんけ。減るもんやないきに。もしもし。さっきのおっさんですね。もしもし。もしもし。あんたさっきのおっさんだろ。いい加減にしろよ、おっさん。もしもし。おっさん。いい加減しろって。この野郎。おっさん。あ、わかりました。OK です。わかりました。テレグラ体験記終わりました。かかってくる電話が仲間の方ですね。まあ、おっさんなんですかね。おっさんが7割いや8割でございました。で、唯一女性の方があって、あの猫好きの方が、私猫飼ってるっていう方があって、話盛り上がりそうになったんですけども、うまくいきませんでした。中もちょっとこう、もう宇宙なんで中はね、ぜひともあのこの宇宙ね、北九州市民の皆さんは体験してもらいたいと思います。5000円で体験できます。おっす。